ニコライ・クリゴーリエビチ・ルビンシテインは、ロシアの音楽教育者、ピアニスト、作曲家、指揮者、アントン・ルビンシテインの弟で、チャイコフスキーの親友である。姓は日本では、ドイツ風に、ルービンシュタインと表記されることも多い。ユダヤ系。父親が小さな工場を開いていたモスクワに生まれ、母親から音楽の手ほどきを受ける。1866年9月1日に、 モスクワ音楽院を開設し、初代委員長を務めた。今日では、兄の名声の影に隠れてしまっているが、存命中は、最も偉大なピアニストの一人に数えられていた。しかしながら、演奏様式は、燃え立つような兄のそれとはかなり対照的であった。むしろニコライは、抑制の効いた古典的な演奏を行い、音楽的な価値観も、リストよりは、クララ・シューマンに近かった。 ミリー・バラキレフは代表作のイスラメイをニコライに検定している。モスクワ音楽院在任中にチャイコフスキーを解き伏せて有名なピアノ競争曲第1番を作曲させたがチャイコフスキーの書簡によるとニコライはこの作品に無反応であり書き直すなら書演を行おうと言い放ったという。チャイコフスキーはそれを跳ねつけハンス・フォン・ビューローに書演を委ねて彼に検定した。 しかし、結局、現在普及している版は改訂版であり、初版ではない。その後、ニコライは、評価を改めて、モスクワ初演では、指揮を担当し、以降ピアノ独奏も行うようになった。チャイコフスキーは、ピアノ競奏曲、第2番を作曲した際に改めてニコライに検定し、ニコライも今度は認めた。しかし、 ニコライは1881年3月23日にパリで超結核により隠ししたため自身による初演は叶わなかった。ニコライの死後、チャイコフスキーは悲しみの三重奏曲異端調を作曲し偉大な芸術家の思い出にと堅持した。個人を忍んで室内楽曲を作曲するというロシア音楽の伝統はアントガーレンスキーからラフマニノフを経て ショスタコービチやシュニトケに受け継がれた。多少の作品を残しており、特に知られているのは、タランテラと団長とシューマンの主題による幻想曲の2曲である。ありがとうございます。